仏ヶ浦園形。北側の国道338号より撮影。極楽浜から北方を望む。中央の断崖が五百羅ラカンデ大町軽月火火極楽浜に立つ仏ヶ浦は、青森県下北半島西岸の下北郡、西村南部に所在する、継承地。古くは、普通だと称した。道の区安港の平立て海峡に面した。 峻険な海岸沿いに2キロメートル以上にわたり、キーな形態の断崖、巨岩が連なる海色がケチ型。緑色業海岸をおもとした岩石が非常に長い間の海色を受けた、結果形成されたものである。それぞれの気象には、浄土のイメージを重ねて、如来の首、五百羅漢、極楽浜などの名が与えられている。9 0を超える断崖もあるなど陸上から、 近づくのが困難な土地で、長らく地元民のみに知られる気象であった。文人で、登山家、飛行家としても日本各地に足跡を残した大町慶月は、1922年9月に下北半島を訪れた際、仏ヶ浦を見て強い環境を覚え、神のあざきの手作りふっつう打人の世ならぬところなり蹴りの和歌を持ってその帰還を称した。後にこの歌を刻んだ歌詞が、 仏ヶ浦の岸に建てられている。仏ヶ浦が世に広く知られるようになったのは、京月の紹介によるものである。また、宗教家の青木寺雲は、霊界の入り口であるとした。1934年に、青森県天然記念物、1941年4月23日には、国の名称及び天然記念物に指定され、1968年には、 下北半島国定公園の一部となった。さらに1975年には、周辺の海域が仏ヶ浦海中公園に指定されている。1991年、観光船の接岸を目的に小規模な桟橋が建設された。1989年日本の秘境百選、2007年日本の地質百選に選定された。海岸沿いに展開する長大な景観であり、 会場からでなければその全体像は把握できない。西村、最港及び六津市脇の沢港からの観光船が一般的な交通手段である。付近を通る国道338号からは100メートル以上の高低差がある急峻な地形で車道を通せず、近年整備の歩道のみが海岸に通じる。アクセスのための無料駐車場があり、 そこからの階段で所要約15分。ただし、その距離と高低差は思った以上であることを覚悟しておく必要があり、足腰に不安の高齢者や車椅子では近づくことはできない。野生のクマにも注意が必要。最高および脇のサーコへは、青森駅近くより C ライン株式会社の運行する高速線が出ており、平成20年には、 新線が投入されている。また、4月から10月までは、下北郡西村仏ヶ浦間を結ぶ定期観光船が就航し、毎年たくさんの観光客が訪れている。ありがとうございます。